皆さんこんばんは、 MK です。今回もこちらスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドのチョコエッグ開封していきたいと思います。前回までで20個開けてきて、全17種類のうち11種類は当てることができました。今回は残り6種類を当てるためにまた10個を開けていければと思います。今回でコンプリートしてほしいと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速開けていきましょうか。まず1個目、これ大事ですからね。これが被らなければ今回は幸先がいいということになるんですけども、どうでしょうか。で、そうチョコのこの開け方ね、私前回と前々回ボロボロでしたんで学んできました。これさ、上だけちょっと開けてここで押せばいいんですよ。はい、ポン、オーラ、こういうこと。そうすれば周りに飛び散らないでうまーく中だけ取り出せると。で、後でこのチョコはまあ私が食べればいいですので、周りも散らからないと完璧ですね。ということで開けていきましょう。これが31個目いきますよ。ポン、どうでしょうかもう変な開け方しちゃったしさ、かぶってるしさ、もう散々なんですけど大丈夫か。今回もしかしたら10個開けてさ、うわ10個全部かぶるっていうのもありえますからね。そうだったら MK さんはもうどうすればいいんでしょうか。誰に言えばいいんでしょうか古田製菓の人に言ったってさ、それはランダムですから、そういう時だってありますよって言われますからね。はい、ということで1個目はギガベルでした。待てよ、やばい、いやちょっと待て、この辺から行こうもう取る場所によってやっぱりこう変わってくるんで、これでもう今回ね、猫マリオを当てたい。そうなんですよ、今まで猫ピーチ、猫ルイージ、猫キノピをかぶってきてるんで、そろそろ猫マリオを当てたい。もう今回で当てるよ。もういや、コンプリートも狙うけど最低猫マリオだけは当てたいと思います。ということでこれが32個目、上だけ開けてポンと割っていきましょう。いや、やっぱこの割り方いいね、ほら完璧じゃない。なんでもっと早く MK さんに教えてくれなかったんですか。はい、ということで32個目開けていきましょう。何が出るんでしょうか。ポン、うーわ、これシークレットとかじゃないよね。プレッシーだよねなんかさ、そう今回の私のシークレット予想でプレッシーに乗った猫マリオっていうのがあるんじゃないかな、まあ、マリオか、プレッシーに乗ったマリオっていうのがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、そうじゃなかったね、普通のプレッシーでした。やばいよ、大変なことになってる。パート3にしてさ、こんな被るのは皆さん望んでませんよね。いや、しかも逆だしMK さんも望んでないって。ちょっと待って、これやっぱ順番に取っていかないとダメか。変なところから取ったからちょっとダメだったんでしょうか。はい、ということでプレッシーまさかの3つ目。まあ言うて前回は出なかったよね、パート2では出なかったんで、まあ許すとしましょうか。ということで今のところ3つが猫ピーチ、猫キノピオ、プレッシー、ギガベル。これどれが最初に4個目来ると思う。ちょっと皆さんぜひコメント欄で予想書いていってください。いや来ないけどね、来ないけど、もし来るとしたらどれでしょうかという質問でございます。よし、行きますよ。これが、33個目。待って、もう本当に頼むわ、マジでマジで頼む。これさ、今回10個開けてさ、もう1個か2個しか出なかったらさ、取れ高的にもって感じになっちゃうって、 YouTube 下手くそな人になっちゃいますよ。 MK さん一応4年半やってきましたから、なんとなく動画の構成とかはね考えたい。そろそろ新しいのが出ないとちょっと動画の構成的にまずいってね。やばい、ちょっと溶けかけてるし、あホワイトチョコのところが綺麗に剥がれてしまいましたが、はい、そしたら中から取り出して、いやこのホワイトチョコが美味しいんだよね、古田製菓のこのチョコレートは。よし、ということで古田を褒めたら出るでしょう。いきます、ポン、お、うーわ、やってるわマジで、うーわ、待って、もう本当に、うーわ、もうやめようかな、ちょっと今年やめるか、チョコエッグ。ちょっと待った、やってる。今年さ、チョコエッグやっちゃダメかもしれん。4個目出ることある？まだこれ33個目で、ちょっと今、びっくりしすぎてカメラに顔当たったし。うーわ。もうなんかこの寝てる顔もだんだん、ちょっと、腹立ってくるな。何寝てんだよ。起きろ。起きろ、キノピオ。よし、行くぞ。待って。ちょっと YouTube 下手な人になっちゃうんで、そろそろ当てよっか。 MK さんね、動画構成的にさ、そろそろ新しいの来てやったーって言って組み立てる絵が必要ですよ。ポン、あ、やばい、ちょっと待って、変な感じにいった。ちょっと待って、
やばい、チョコが溶けかけてるから変な感じに。 OKOK、 来た来た来た。ちょっと変な開け方になってしまいましたが、マジで頼むよ。これが34個目。開けていきましょう。どうだ。いや、なんか待って、ギガベルっぽい。ごめん、なんかさ、ギガベルの音がする。ポン。お、あ、待って、ええねえねえねえ、そんなことある？ちょっと待ってよちょっと待って、いらないいらない、そういうそういう笑いは今いりません。お金かかってるんで、これあのチョコエッグ1個168円ぐらい、ちょっと高いんすよ。お金かかってるんで、あの笑えないんすよ、あんまりねえ、 MK さんが大金持ちだったらいいよ。でもそうじゃないから今は笑えないって。これはちょっと、もうカメラの外まで行くって、猫キノピオがやってるわマジで。ちょっと待って、もうマジで頼むわ。これもう半分でしょ、今回5個目でしょ。ちょっとやばいやばいやばい、今回さ、外れ回かちょっと待って、地獄な気がする。いきます。これも待って、もうさ、もうさすがに言ってないでしょ、猫キノピオさん。頼むわ本当に。よし、せめて猫ルイージだ、ここまで来たら。そうしないと MK さんの精神が持たん。よし、行くよ。これが今回の5個目、半分になりました。いや、猫マリオ来てください、お願いします。そろそろ新しいやつが欲しい。お、うーわ、やばい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 。ちょっと待って、大変なことになってる。今年波乱の2021年になってるって、これね、こんなんじゃ年越しできないってこんなんじゃ年越せないよ MK さんは。ちょっと待って、行きますもうマジで年、笑顔で年越させてくれ。今からさ、あの追加で注文したらさ、年内に届かないでしょ、これ。来年まで持ち越しになるでしょ。2022年にチョコエッグを持ち越すわけにはいきません。2022年はね、もう初っ端からね、あの新しいタイトルとか出たりしますから、その時にもチョコエッグをさ、チョコエッグ、今回はフューリーワールドのチョコエッグパート38やっていきましょうとか、やってらんないから本当にね。38ってことはもう380個買ってんでしょ、やばいわ。よし、当てます、マジで当てます。いくよ、新しいやつ、ポン。お、来た、よかった。え、来てるよね、来た。え、し、あ、シークレットじゃないか。よし、よかった、マジで。はい、ということで8番マリオ当たりましたなんか新しいやつがマリオっていうのも、なんか取れ高的にどうなんだという気はしますけど、いやでも、もう新しいのは新しいですからね。このパッケージの、ほら、このマリオだ、このマリオ、ほらちょっとこう、うってなってるマリオですね。はい、ということで、よかったもう今回新しいの1個も当たんないと思ったわ。はい、ということでマリオ当てることができました。よし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 、これで12個目ですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あと5種類、残ってんのが猫マリオ、クッパジュニア、あ、クッパジュニア当たってないか。猫マリオ、クッパジュニアで、子猫、子猫シークレット、やばい、子猫が沼る気がする。これ待って、うわ、なんかさ、シークレットが序盤に出てさ、子猫で沼る展開が今見えてきたんだけど、そういう未来が。皆さんどうMK さん、今回何を残すと思う？なんかシークレット出る気がすんだよな。確かさ、前回のチョコエッグの開封でもさ、シークレットって先出てんだよね。あのコーラマリオか、去年出なかったのは。だからさ、ちょっと今年なんかそれが子猫な気がする。だって子猫2色当てないといけないんだよ。よし、行きます。やばい、なんか詰まってる。ギガベルか、クリボーマリオくせえな。行きます、ポン。あ、違うよな、シークレットじゃねえよな。あー、ギガネコマリオだ。まあ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 、ギガネコマリオはもう一個あっても許すかこれはね、まあ主役というか、あの新しい変身ですから、 MK さんももう一個ぐらいは欲しかった。まあでもネコマリオだったらさらに嬉しかったけどな、ギガがついちゃうんだもんギガなしの方が今は需要あんのよね。ということで、はい、ギガネコマリオ来ました。かっこいいよね、この顔が、表情とこの髪型。はい、ということで、お、いいね、あのフューリークッパとギガネコマリオが2個ずつ来たんで、もう1個ちょっと違うところに飾りたいと思います。ということで、これが38個目。マジ頼むわ、マジ頼む。ネコマリオか、待って、でもさ、子猫先に来てもいいかも。なんか子猫の
なんかピンクだけひたすら当たるみたいな、そういう沼が見えてるんで、ちょっと子猫さ、今のうちに1個当ててくんね。ちょっと頼むわ。まあ、シークレットでもいいけど。わあ、すげえ、あーやばい、やったやったやったちゃんとやったのに、ちゃんとやったのに、ちゃんとやったちゃんとやったのに、ちゃんとやった、なんで同じこと2回言った。はい、ということで、よし、行くよ。あ、なんかめっちゃ軽い。うわ、待って、これ臭いないや、なんか振っただけでわかるようになってきた。これさ、多分猫パックンフラワーだわ。めっちゃ軽いもん。こんな軽いことないと思う。ポン、ほらね、来たよね、ほらね。うわ、猫パックンフラワーだけめちゃくちゃわかりやすい超これさ、カラカラなるわ。うーわ、マジで言ってんの。はい、じゃあ組み立てて、猫パックンフラワー2個目になりました。待って、これさ、なんか2個当たってないやつの方が少なくなってきたぞ。ほらこれでマリオとタヌキマリオがどっかで来ちゃえば、もう本当にほぼほぼ全部2個以上当たってるという変な感じになってきますよ。はい、手を洗ってきました。まあそれはいいとして、これが39個目。29個目かごめん、なんかさっきからずっと変なこと言ってたかもしれない。29個目だこれそうだよね、そうだよな、なんかずっと多分30代言ったわ、ごめんなさいね。コメント欄で多分皆さん指摘してたと思います。MK さん、ちょっと今朝なんでお許しください。うわ、もう言い間違いもして、いやでも言い間違いしてたっていうそのミスを、これを当てることによって取り返していくのが MK のゲーム実況チャンネルです。いきます、ここで MK さんの今回のミスを取り返しますんで、よろしくお願いします。当てます。子猫、子猫か猫マリオ、来い、行くぞ、ポン。お、え、待って、クッパジュニアだ、来たー初めてのクッパジュニア来たー。いいね、11番クッパジュニア。いやー、クッパジュニア好きなんですよ、私私マリオキャラで一番好きなのクッパジュニアなんで、いやこれは嬉しい。ちょっと待って、結構組み立てがめんどいやつだぞ。ここにプロペラを、はい、刺しまして、あー、かわいい。見て、このさ、クラウンがめっちゃツルツルクラウンがツルツル素材になっていて、でこのね、ちゃんとクッパジュニアのところはマットな素材になっております。でこれをこうかな、あれ、逆逆か、こう持たせて、いやいいね、この表情がかわいいわ、クッパジュニアの、腕をつけたら、この筆を刺して、なんか見て、この筆のさ、ほら、ちゃんと線になってる。結構細かいね。おお、なんかクッパジュニアいいじゃんこれ当たりじゃない？いいねいいねいいね。元気なクッパジュニアも見たかったですけど、まあこのね、公式イラストのこれをね、多分、ま、モチーフっていうか元にしてるんだと思います。ということで、 OK、 クッパジュニア当たりました。これちょっとかわいいめっちゃかわいいクッパジュニア。 OKOKOK、 これで、ちょっと入ってないな、画角に。こうしよう、1、あ、ちょ、ここでも入ってないな。こうしよう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13種類だから、残り4種類。え、まだ残り4種類もあんの猫マリオ、あ、猫マリオシークレット、子猫子猫だ、やばい、子猫の沼が、もう子猫の沼に片足突っ込んでるわこれやばいやばい、来てる来てる、子猫の沼に片足突っ込んでる。 MK さんがやってる、子猫なのか今回のラスボスは。いや待って、シークレットがさ、どれぐらい出てるかもわかんねえけど、はい、よし行くよ。これせめて新しいの当てよう。だって今回まださ、新しいの2個しか当たってないよ。さすがに10個開けてさ、新しいの2個でしたはちょっと動画としてって感じになるんで、ここで当ててせめて3種類にしよう。そうしないとだってさ、残り20個で当てるのもだんだん希望なくなってきますからね。よし行くよ。お、ちょっと詰まって、いやでもなんか、待って、なんか嫌な予感する。これ猫キノピオじゃねえかな待って、これ猫キノピオな気がする。もう開けたくないな。行きます。おい、プレッシーもうせめて猫キノピオであるよ、そこは。笑いとしてね、古田製菓さんね、ここまで来たらさ、もういいよ。ここまで来たらもう笑いとしてさ、今回の最後はさ、猫キノピオで締めた方がいいんじゃないなんでそういう絶妙なとこ来る。しかもプレッシーっていう絶妙に、みたいなとこ来たな笑えるキャラであってくれよ、どうせだったら。いやでもこれでプレッシーも4個目。いやでも猫キノピオ5個来てっかんな
追いつくか最終的にどっちが多くなるか分かりませんけども、はい、ということで OK プレッシー、まあ4個目当てることができました。ということで、今回10個開けてきて、新しく当たったのはこの2つ、マリオとクッパジュニアですね。なんかすごい最初の組み合わせ感がありますけども、この2つを当てて今回で13種類か、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13種類となりました。次回じゃあまた10個当てて、今度こそ子猫を当てていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。